神戸市北区にやってきました。山の中で自然の空気がとっても美味しくて、なんだか美味しそうな香りが漂ってきました。豊かな自然環境が広がる里山地域、神戸市北区の大御町で手作りのベーグルを販売している花とね。お邪魔します。すいません。こちらベーグル屋さんだったんですね。神戸市指定有形文化財に指定されている江戸時代に建てられたかやぶきの古民家を改修し、素材にこだわった手作りのベーグルを販売。そんなベーグルと癒しのロケーションを求めて、たくさんのお客さんが訪れる人気店です。およそ8年前にこの店を開いた店主の村上さん、実はもともとは別の場所で暮らしていた移住者でした。どうしてこちらに移住しようと思ったんですか？もともとは県内の別のところに住んでいて、で今後の子育てのこととか人生のことを考えたときに、自然に近い場所で生活したいなと思ったので、それで場所を探しているときにこちらの場所に出会ったっていうきっかけになりますね。本当に素敵な場所ですね。そうですね、いろんなお家を探している中で出会ったのがこちらのかやぶき屋根で、初めて見たときにこの屋根の佇まいみたいなのにすごくビビビと電流が走るようなっていうか、こういう機会が恵まれるのであればこの屋根の下で生活してみたいなと思ったので。こちら実際お店をやっていて住まわれてもいるんですよね？そうなんです。いつもは朝のオープンに向けてパンを一晩中こちらの方で焼いて、終わってから寝るっていうところもこの奥で一緒にずっとやってるっていう感じなんですけど。里山暮らしに興味はあるけど、実際どんな生活なんだろう。そんな人たちのために神戸市では気軽に田舎暮らしができる体験プログラムが用意されています。こんにちは。こんにちは。こちらはどういった施設なんですか？こちらは二府松森院といいまして、昔松森院という病院だったんです。で初代の方が明治中期ぐらいに入られて、でここの大御の地域医療にすごく貢献されたっていうふうにはお聞きしてます。はい、こちらは神戸市北区大御町の交流拠点施設、ヌフ松森医院。閉院後38年間空き家となっていた建物を、昭和レトロな素敵な味わいを残しながら大規模改修し、地域の交流拠点施設として再生。コーヒースタンドやレンタルスペース、シェアオフィスが併設されていますが、この建物の2部屋を使って2泊3日から30日間里山での暮らしが体験できるプログラム、お試し住居が始まっています。今まで何人ぐらいの方がお試し居住を利用されてるんですか？昨年の秋から始まりまして、約50名の方がここに、はい、お泊まりに、はい、体験されております。ここでは里山ということで、農業体験ができたりサイクリング体験なんかもできます。ぜひ皆さん里山暮らし体験にお越しください。